愛知大学記念館は、愛知県豊橋市にある大学博物館。愛知大学及び実質的な前進校である、東亜道文書院大学の歴史に関わる資料や、愛知大学内研究機関の資料の展示を行う施設である。1908年、第15師団司令部として造営される。1925年に、うがき軍縮により師団は廃止されるが、その後、 騎兵第四旅団司令部、陸軍共同学校本部、陸軍予備士官学校本部が置かれた。1946年、愛知大学が開学すると1996年まで、愛知大学本館として使用された。1998年1月16日、登録有形文化財に登録されると、愛知大学記念館となり、館内には、 愛知大学東和道文書院大学記念センターと愛知大学総合郷土研究所展示室愛知大学中部地方産業研究所展示室が設置されている愛知大学東和道文書院大学記念センターは館内で東和道文書院大学や同校の教員で孫文の革命活動に関わった山田義正、山田純三郎兄弟、東和道文書院大学並びに 愛知大学名誉学長、本間巻一を紹介する資料の展示を行うと同時に、関連資料の収集整理や研究を行っている。また、愛知大学中部地方産業研究所展示室では、柄宝石器、合式、燃式が胴体保存されている。建築面積は1859平方メートル。木造2階建て、寄せ棟作りの三河はラブ機で、 両翼屋を背後に突き出したこの地形の平面型を持つ。外壁は板張りで、軍隊関連建物らしいシンプルな作りのため、装飾を多く用いない。木造の旧師団司令部庁舎で現存するのは、全国的にごく稀であり、明治末期の陸軍による、兵営建築の手法をよく残す建物として、貴重な例である。愛知県豊橋市長畑町一の一。ありがとうございます。